小春立夏は知った。この世には、自信なるカードがあることを。他のカードの効果を受けず、戦う相手モンスターよりも背ん高いステータスになる。小春立夏は思った。出せれば、強いんじゃね？早速自信が手札にいる？これはもらったかな？武王安全地帯で耐えろ！わあ、超融合で素材にされた！隠れ隠れ！もっと隠れ！殴れ殴れ！やったー！いやー、すんごいいいデュエル！楽しかった？あれ、自信出してないぞ。そう、出せないのである。自信はその強力な効果と引き換えに、効果を持たないレベル1モンスターにカウンターを10個乗せなければ召喚することができない。そんなことしてるうちにレベル1モンスターを倒されたり、勝敗が決したりする。現代遊戯王において自信を出す暇などありはしないのだ。いや、出したいじゃん。私頑張るもん。よくわかんないけど頑張れ。まずは手札の補充。レベル1と自信をなんとか揃えないとね。クリッターを使えば1体乗ってこられるけど、ササラちゃんが展開系のデッキだったら怖いな。まずは黒光さんで、特殊召喚されたレベル5以上の子の効果を使えなくして、トラップもいろいろ伏せて、ターン連合。お団子仲間同士、いいゲームにしよう。私はモンスターと魔法トラップを1枚ずつ伏せて、ターン終了。初動がだいぶおとなしい。ササラちゃんもまずは様子見かな。私はクリッターを伏せて終わり。リッカちゃんが動いてこない。防御に重点を置いたデッキなのかな。ならちょっと私からつついてみよう。このラーの使徒は召喚すると仲間を呼ぶの。モンスターで壁を張りつつ手持ちのカードを入れ替えます。カシュガチャスチャン。護風剣を発動。リッカちゃんの裏の子を暴きつつ、リッカちゃんが3回エンドするまで攻撃を封じるよ。ふむふむ、クリッターか。まあ、リンク召喚の素材にされるのとか怖いし、やっつけよう。墓地に送られたクリッターの効果。デッキから攻撃力の低いモンスターを1枚手札に加える。なんだ今の、見たことないカードだ。さあ私の番。とにかく自信召喚の準備を進めよう。クリッターを自爆特攻で墓地に送って、自信をもう1枚手札に。あ、月神の盾を黒光さんに装備します。正しい読み方教えてくれた人ありがとね。自信のこともコメントで知ったんだ。感謝してるよ。リッカちゃんがプレミにへこみながら誰かにお礼してる。とりあえず2匹目のクリッターもやっつけよう。はいはい、効果発動。自信を手札に加えます。また変なカード引っ張ってきた。とりあえずエンドだよ。さて何が引ける。今引いた子を召喚だ。そして手札の自信をササラちゃんに見せびらかすことで、レベル1の通常モンスターにカウンターを1つ乗せる。手札にはもう1枚自信がいるから、2つ目のカウンターを置くよ。何か始まった。よくわかんないけど、あれは止めなきゃいけない気がする。私のモンスター全員攻撃表示。カウンターが置かれ始めた子にアタック。トラップカードエアフォース発動。みんなササラちゃんの手札にお戻り。うわ、集団下校。まだまだ。青姫の激凛。手札、フィールド、墓地の全部を除外して、デッキから3体まで、ブルーアイズホワイトドラゴンを召喚。アタック。うん、あれ、黒光さんが狙い。月神で相手より100強い。うわぁ、しまった、罠を張ってたか。魔法カードだけど。ほんじゃこっちに攻撃。アームズコールでデッキから月神を装備。100強くなる。おわぁ、またその装備カードか。攻撃力の低いデッキ使ってるとつい入れちゃうのよね。さあ、自信カウンターを追加しつつ、ブルーアイズを倒してササラちゃんに直接攻撃。さあさあ、場も手札もない状況でいつまで耐えられるかな。リッカちゃんが悪役っぽいよ。もう何もできない。よし、これ以上ないチャンス。手札の3枚の自信を見せつけて、レベル1の子にカウンターを一気に3つ追加。ダイレクトアタック。運は全然火力出ない。2体で1200だもんね。さあ、何かいいカード引きたい。使っとこう。目する死者。墓地からブルーアイズを守備表示で特殊召喚。おしまい。ついに来た。カウンターが10個溜まる時が。今乗ってるカウンターは7つ。手札には3枚の自信。ちょうど10個だ。条件達成。あとはレベル1の子とお別れして
さあ、出番だよ。森の木々にはそよ風を、眠りの姫には口づけを。今こそ目覚めて、眠れる巨人、ズシン。あだ、ああ、月神が墓地に行ったから500ダメージね。さあ、おさらいだよ。ズシンは他のカードの効果を受けないの。おまけに戦う相手より1000高いステータスになる。やった、ようやく出せた。それじゃあ記念すべき一撃をお見舞いしよう。バトルフェイズ、踏みつぶせ、ズシン。手札からクリボールを捨てて、その巨人を守備表示に変更。この子は他のカードの効果は受けないのだ。守備表示になることなく攻撃を続行。続行。あれ、え、なんで線強くならないの。黒光さんだ。こういうフィールド全体に及ぶ効果は早く出してた方が適用されるそうだし、さっきクリボールの効果を受けなかったのは、ズシンが他のカードの効果を受けないのは常時適用だから、黒光さんが制限してるのはあくまでも効果の発動。こうして効果を受けないだけの攻守ゼロの子が爆誕したのであった。うわー、やってしまった。いや、だって他の効果を受けないって書いてるもん。黒光さんの制限も受けないと思ったんだもん。いや、遊戯王って難しいね。私もジャッジマンを活躍させたって考えてみたけど、とてもとても無理だったよ。よりによってなんでそこ選んだ。もう見て、この盤面、強い子出してるはずなのに攻撃でダメージ与えられない。だからトマト出して攻撃します。リッカちゃんの勝ち、おめでとう。なんだろう、このなんだろう、